ナフタランはアゼルバイジャンの都市。首都バクーから西に 330km、ギャンジャから 50km の地点にある。同国では著名な療養地で、古くから医療目的の石油が採掘されている。行政上は県に属さない、特別市の一つでゴランボ意見に囲まれている。アゼルバイジャンからの分離独立を主張するアルツァフ共和国との国境にほど近く、2020年。 ナゴルノカラバフ紛争では、アルメニア軍による砲撃で死者が出ている。伝わる話によれば古代、キャラバンが衰弱したラクダを湖に置いていったところ、再び訪れた際にはそのラクダが健康になって、生き延びていた。キャラバンは、湖の油分に傷を治す、治癒能力があることを知り油を強度へ持って帰った。いつしか、この不思議な油が採取できる湖とその周辺は、 油のある地域という意味で、ナフタランと呼ばれるようになったという。12世紀に、詩人、ミザー・ミーが、13世紀には、マルコ・ポーロが、それぞれナフタランの油について言及している。1868年に、ドイツ企業が、ナフタランで石油の採掘を行った。ナフタランの石油は燃えなかったため、ガソリンといった用途には使うことができなかったが、治療能力に目をつけ役用として、 研究を進めていった。そうして開発されたナフタラン軟膏は治癒能力が評価され、本国のドイツだけでなく、欧米諸国や日本など、世界中に流通するほど人気を博した。日露戦争では、日本軍の医療袋から瓶いっぱい煮詰めたナフタラン軟膏が見つかっている。1967年4月28日に死へ昇格。 アゼルバイジャン独立後は原油を使った療養風呂で世界的に有名となり2019年には国内外で約4万人もの人がナフタランを訪れている。ネフタリニエイチ・アール・エクラ・ハシミ・ワチ・ニン・ベースズ・ナフタラン市役所2020年10月28日閲覧ハリシ・ナフタラン市役所2020年10月28日閲覧コグロフィ・ムーブ系・ケ ナフタラン市役所。2020年10月27日閲覧。アルメニアがアゼルバイジャンを攻撃。アゼルバイジャンの民間人二人が、さらに死亡。トルコ国営放送。2020年10月27日閲覧。AB、テリキシー。ナフタラン市役所。2020年10月28日閲覧。原油風呂で、療養。とても気持ちいいアゼルバイジャン。 AFB 通信、2020年10月28日閲覧、エクティス D ヨット、ナフタラン市役所、2020年10月28日閲覧、ありがとうございます。